なき戦いが始まります。ブッチャー対ブロディの一騎打ち。日本のマットでは初顔合わせやってまいりました。アメリカのマットでの記録も全くございません。さあブルーザーブロディが最初の入場であります。相変わらず恐怖のチェーンを右の手に持ちまして、ブル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 、これを振り回しまして、今やっとリングの中に登場してまいりました。チャンピオンカーニバルの本命に躍り出ました。ブロディ初参加初優勝というのは過去に例がありません。優勝へ一直線のブルーザーブロディ、ここまで10点、負け知らずの全勝街道を歩いています。しかも内容は短時間攻撃は本当にもう目を見張るものがあります。今夜のアブドラザ・ブッチャー戦にもし白星を飾るということになりますと、揺るぎない優勝候補ナンバーワンになります。そのブルーザーブロディ先に登場。テーマミュージックがいつの間にか変わっております。広島県立体育館であります。アブドラザ・ブッチャーがこの後入場してまいります。3度目の優勝を狙うべく着々と得点を伸ばしてまいりました。アブドラザ・ブッチャーであります。現在勝ち点12点で単独トップ。一気に優勝街道を突っ走るか。今夜の決戦、このブルーザーブロディとおそらくブッチャー軍団を背後に控えさせて総力でぶつかることでありましょう。さあやってまいりました、アブドラザ・ブッチャーです。日本の人気の面でもブロディに追われる立場、絶対に負けられない一戦ですが、さあブルーザーブロディがチェーンで襲いかかった。ブルーザーブロディがチェーンでまず襲いかかりました。公式戦です、あくまでも公式戦です。アブドラザ・ブッチャーが場外に早くも倒れ込んでおります。竹内さん、はい、第9回チャンピオンカーニバル最大の人気カードの実現ですね。本当ですね、すごいカードですね。本当に世紀の一戦といっても過言ではないでしょう。アメリカのマットでの記録はありませんね。全くありませんね。そうですね。さあチェーンはブン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 振り落として背中越しに打ちまくります。早くもアブドラザ・ブッチャーのギザギザの額が切れた。強烈な悲鳴です。悲鳴を上げるアブドラザ・ブッチャーが悲鳴を上げます。このチェーン攻撃、チェーン攻撃、ブルーザーブローディ思い切った攻撃に出てまいりました。さすがのアブドラザ・ブッチャーも最初からも流血であります。リングの中に入ることができません。あっと思い切ってチェーンで背中越し、肩口のあたりを捉えました。ブルーザーブロディです。広島県立体育館のお客様、リングサイド、リングから3メートルぐらい離れておりますけれども、絶対にリングに近づかないように、非常に危険な一戦です。今ゴングが鳴りました。30分の一本勝負公式戦、全くこの予想のできない試合になったんですが、竹内さん、リングの中での対決はもう予想しても無駄かもしれませんね。やっぱ場外しょうがないでしょうね。場外乱戦です。文字通り場外乱戦になってまいりました。踏みつける巨体、ブルーザーブロディの巨体であります。135キロでガン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 踏みつけます。アブドラザ・ブッチャー全く手が出ません。ブッチャー全く手が出ません。単独12点で現在中盤折り返し点でトップに立っておりますアブドラザ・ブッチャー。しかし今夜の一戦でブルーザーブロディに得点を与えるということになりますと逆転になります。得点は逆転になります。さあ思い切っていきます、思い切っていきます。いや逆転ではありません、10点ですからアブドラザ・ブッチャーと並ぶことになります。さあ中盤の折り返し点、大事な星争い。アブドラザ・ブッチャーが初めてリングの中に出てまいりました。アブドラザ・ブッチャーが初めてリングの中に出てまいりました。ブルーザーブロディのガウジング攻撃、ガウジング攻撃。竹内さん申し訳ありません、一方的に実況をお伝えしておりますけれども、どういう風な予想を今後立てますか、この試合。今のところですね、ブロディが圧倒的にいいですね。ただですね、ブッチャーもやっぱり一発油断できないところありますからね。ああなるほどね。しかもこの両選手にはアメリカ NWA テリトリーのメンツがありますよね。そうですね、どっちもやっぱり譲れませんね。そうですね、ブルーザーブロディがまたしても噛みつき攻撃。プエルトリコは、アブドラザ・ブッチャー、これはもうプロレスの新興国です。一方のブルーザーブロディはセントルイス、プロレスのこれは老舗です、看板男です。しかもアメリカのマットでは1回も実現しておりません。さあアブドラザ・ブッチャーの反撃態勢、アブドラザ・ブッチャーヘッドバット、返り血を浴びました。ブルーザーブロディの額にも真っ赤な血。さあお狂気を掴んだぞ、ブッチャー狂気を掴んで思い切っていきます。顔面に思い切って狂気攻撃、ものすごい鈍い音が放送席まで届きます。狂気で刺します、狂気で思い切って刺した後頭部、めった打ちに合います。ブルーザーブローディ形勢逆転です。あっという間に形勢逆転、壮烈な試合になってまいりました。中盤を折り返して広島大会血を呼んでいます、血を呼んでいます。現在単独トップのアブドラザ・ブッチャー12点、2番手、いや今夜、タイガー戸口が11点で2番手に躍り出ましたので、現在第3位の位置にありますこのブルーザーブロディであります。ブルーザーブロディとアブドラザ・ブッチャーの一騎打ちであります。
ものすごい血しぶきが立ちましたし、何かこの広島のお客様が唖然と見つめておりますね。竹内さん、もうブロディも失血してますね、両者失血になりました。アブダラドブッチャーとうとう狂気を出してまいりました。このチャンピオンカーニバル初めての狂気であります。強烈な対戦になってまいりました。まさに仁義なき戦い、広島決戦、ブルーザーブロディ対アブダラドブッチャーの一騎打ち、強烈な戦いです。いつの間にか両者はリングの中での対決になっておりますが、ガウジング攻撃はブルーザーブロディです。両者血まみれの対決になってまいりました。どうやらブッチャーが落ち着きましたか。自分のペースに持っていこうとしておりますね。そうですね、客席は総立ちになってますね。総立ちになってもう全く声が出ません。リングサイドのお客様総立ちでこの両者のものすごい死闘を見ています。地獄突きで返します。一刀一打におおわーというような歓声。広島県立体育館のお客様、ブルーザーブロディも曲げておりません。今のところ竹内さん、ペースとしては前半戦はブロディが取っておりましたが、ここでブッチャーが落ち着きを取り戻しましたね。しかしブロディもタフですね、なかなかペインへばりませんね、はい、またしても場外乱戦であります。さあサイドのヘッドロックに取っておりますブルーザーブロディが軽々とアブダラブッチャーを脇に抱えて、今度はチェーンを取り出した。チェーンを間に挟んでの両者の攻防であります。間に入るのはジョー・ヒューチレフリー。ぐん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 力で押しまくります。ああこの力、いわゆるパワーではブルーザーブロディがちょっと上回ってますかね。上ですね。ああテクニックではどうでしょうかね。この両者の対決、竹内さんいろいろな分析ができると思うんですけれども、パワー、テクニック、インサイドワーク、ちょっと場外の乱戦が強くなりましたので、ひどくなってまいりましたので、後ほどまた解説してもらいたいと思いますが、もうこれはメンツだけの争いですね。もう完全に勝敗無視してますね。もう分析は必要ないかもしれませんね。場外ものすごい大乱闘、両者やる気満々、初参加初優勝を狙っておりますブルーザーブローディ、一方3回目の優勝を狙っておりますアブダラドブッチャー、両者の死闘です。上樋口レフリーのジェスチャーが、これはどうやらゴングを要請しているようなジェスチャーを見せましたが、とうとう両者リングアウトのような感じになってまいりました。しかしまだオフィシャルなコールは出ておりません。まだまだやり合います。メンツをかけてやり合います。本当にこの中盤の広島決戦での得点争い、1位2位の対決を迎えておりますので、誠に凄まじい両者の得点争いでありますが、どうやら両者リングアウトが今告げられたような感じがしまして、得点の方はということになりますと、竹内さん0点ということになりますか。両者0点ですね。どうやらそういう感じですね。ということになりますと、アブダラブッチャーは12点、そしてブルーザーブロディは10点止まりであります。中盤の折り返し点、まだまだ両者やる気満々、ものすごい流血戦を やっております。なお来週の放送ですが、後半戦の秋田大会、このアブダラズブッチャーはキラーブルックスと、続いてババ、それから大阪の最終戦は鶴田と残っております。一方のブルーザーブロディ、来週の秋田大会はジャンボ鶴田、続いてジャックブリスト畑、そして大阪の最終戦はジャイアントババと続いております。まだまだ予断を許しておりません。まだまだやり合います両者です。今夜がこの日本で、いや世界で初めての対決だったわけで、そのいわゆる因縁の歴史が今日から始まったと言えそうですね。今日からスタートですね、今日からのスタートですね。両者のメンツ、アブダラドブッチャーはプエルトリコの代表、ブルーザーブローディは老舗セントルイスの代表であります。両者全く譲りません。今正式なコールが改めて告げられました。4分29秒、両者リングアウト、得点はなし。アブダラドブッチャーは12点、しかしまだ単独トップ、ブルーザーブロディは10点止まり、現在3位、タイガー戸口が今日ハリスを破りまして11点、単独2位に躍り出ました。それからジ・アベンジャーは馬場に勝ちまして、勝ち点10と上げ10になってまいりました。そしてジャンボ鶴田が勝ち点9点と、こういう風に続いておりますが、またチェーンがいつの間にかブルーザーブロディの右手に巻かれまして、これをブル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 振り回しました。おっかなびっくり、びっくり仰天の広島県民体育館のお客様、ずっと左右を取り囲んでおります。これを苦々しい目、鋭い眼光で睨みつけております。アブドラズブッチャー、おっとチェーンが2つに分かれまして、左右の手に巻かれました。上樋口レフリーが餌食にならなければいいんですが、ブッチャーがいった。ブッチャー突進、思い切って146キロを突進、しかしびくともしません。ブルーザーブロディびくともしませんが、どうやらアブダラドブッチャーの右手にブルーザーブロディのチェーンの肩割れが入った。やり返します、アブダラドブッチャーがやり返します。だんだんと控えめアブダラドブッチャー、しかしこの1メートルぐらいのこの太いチェーンをアブダラドブッチャーの首に20、30に巻きました。そして控え室の方に戻ろうとしております。ブルーザーブロディ勝負は終わりました。
両者リングアウト、ものすごい大流血の両者リングアウト、因縁が今日始まりました。因縁が今日始まりました。アブドラドブッチャー非常に悔しい、得点を上げることができません。何やら叫んでいます。このアブドラドブッチャーは来週秋田大会ではキラーブルックスと対決、そしてブルーザーブロディの方はジャンボ鶴田と対決であります。来週の放送のご案内改めて申し上げます。来週は後半戦に入りまして秋田大会、ジャイアントボブはブリスコと、ブロディは鶴田と、ブッチャーはブルックスとの公式戦がお送りする予定になっております。今夜の折り返し広島大会、解説の方は竹内康介さんでお送りをいたしました。この辺でお別れしたいと思います。全国のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。